皆さんこんにちは。それではですね、2018年度向けの講座が始まります。で、1年合格ベーシックコースワイドということでありまして、今年から変わったんですね。で、今までだと大体3回転でしょ、これ5回転やるっていう、まあ、スケジュールになってるんです。で、法律は複雑なものが絡まってきますので、できれば何度も何度も回転するのが一番いいんだよね、これ。で、今回5回転にしました。で、これが自動的にやることによって担当論文ってこれ分かるようになるわけね。で、これ一番の特徴が年内に始まります。まずは1月19日から言ってみたらウェーブが始まるんですね。ウェーブが始まってしまっておりまして、これはちゃんと聞くことができます。全13回かな、これまず聞いていただいた上で4月から出るんだって話になります。で、全部終わるのが、12月の末って話になりますので、年内中に全てインプットが終わってしまいます。で、そうじゃないとやっぱ受かりにくいんだよね。で、生でやってもしっかりなんだけど、これ通信でもしっかりでありますので、通信の場合についてはぜひ聞いてもらいたいかなと思っています。年内でブラッシュアップをします。で、インプット終了となりますので、年明けからちゃんと登練ができるんだよね。年明けからちゃんと登練できるかどうかによって合否決まるんで、このコースしかないんです、これがね。で、そういった意味もありまして、できれば、1月からね、始めていただいて一緒にやっていきましょうってことですね。ワイデン回転となっておりますので、どんな講座になるのかってことについて、もし興味があるんであるならば、ぜひガイダンスに来てくださいってことですね。では終わりたいと思います。